どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターの時間がやってまいりました。いつもねこのガズレレ YouTube チャンネルでですねウクレレのレッスン動画なんですけど、毎週日曜日にはギター教室やってるんですよ皆さん。はい、これはですね宇宙一簡単ギター教室ということで、指2本でどんどん、まずは指2本だけで、2本ですよ、いろんな曲弾いていこうよということで、今日ね第8弾目の動画になるんですけど、今日からは曲のレッスンに入っていこうと思います。今日取り上げる曲はドン、あいみょんのマリーゴールド。この曲をなんと指2本だけで演奏していこうと思います。まずね、2バージョンやります。最初のバージョンは初心者さん向け簡単バージョンで、ガズギター特製の指2本だけで初心者さんが弾き語りができるというバージョンをやります。後半はもうちょっとだけステップアップした、もうちょっとコードと、あとこのリズム聞かせた感じの、ちょっとね、中級バージョンみたいな感じでやってみようとか、2バージョンを最後までご覧になってください。さあ、私ギターできるからどうかなという方、まずね、私のおすすめとしては、ウクレレで音楽を始めて、そのステップアップとしてギターに進むというのが案外早道だなということでお伝えさせていただいております。で、ガズギターという、再生リストを作ってますから、ギター全く触ったことない人もどんどんできちゃう宇宙一簡単なギター教室やってみたいなと思った方、ガズギターで始めましょう。ここにリンク貼っておきます。これ再生リストになってますので、この再生リストの1番からずっと順番通りに見ていくとめちゃくちゃわかりやすくなっていると思いますので、ぜひやってみてください。もちろんウクレレもね、一緒に並走してやってもらうとすごくいいと思うんですよ。はい。そこで練習してもらって、この動画にまた戻ってきていただいて、はい。マリーゴールド練習していきましょう。もう諦めてた方、2本しか指使わないんですからね、ガズギターでは。はい。さあ、それではやっていきましょうか。宇宙一簡単ギター教室は指2本ですから、まずは最初は初心者さん向けの指2本で弾ける簡単バージョンの方からやってみます。
やってみました。シンプル簡単バージョンガズピアノ流。今のはですね、指2本だけのコードしか使ってないんでございます。今回ガズギターではね、このコード表を出してたんですけど、この曲コードガズギターアレンジだと5つですからね、今のでまずやってみましょう。かなりね、長さはね結構あったと思います。これショートカットアレンジバージョンなんですけど、まずはこのアレンジでやってみてください。これだったらですね、まず初心者の方できると思います。でもちょっとなんか、例えばね、あの歌の始まりとこ、風の強さなんかちょっと普段と違うなと思うかもしれないじゃないですか。それはね、しょうがないです。なんつったって指2本でアレンジしてますからね。じゃあ普通のね C ということを弾いてみるとこうなります。風の強さ、はい、こっちの方がしっくりくるでしょう。そう思った人は頑張ってこの後やるかっこいいバージョンのコードを抑えられるように練習していきましょう。ということなんですけど、まずですね、今あのやったシンプル簡単バージョンのかっこいいバージョンの楽譜を皆さんにこの画面上でシェアしていきたいと思いますが、ガズギターってもともと基本になっているのはガズレレというね、ウクレレ YouTube のその動画のやつをこうね、なんていうか横展開して同じ感じでできるよということをやっているんで、以前ね取り上げてたウクレレの方の、楽譜にですね書き加えてオリジナルアレンジギター版として楽譜を見せていきます。見てほら、ガズギター版って書いてある。これ修正テープが見えちゃってるね、こうやってやると。こんな感じ、これだと見えない修正テープが。はい、マリーゴールド、アイミオンです。これ2枚にわたってますからね。はい、見てください。今もね、テロップに書いてあった、そのままなんですけど、ほら、A 星っていうコードとか、E 星が出てます。これはガズギターならではの、表記なんでね、こんな感じです。ワンブロック4回弾くよということでやってますと。はい。これちょっとこうやって映していくので、皆さん一時停止してメモを書いていただくなり、動画のテロップを一時停止して書いていくのもいいかもしれません。はい、映しておきますんで、これ書いて、皆さんまず自分のペースでゆっくりやっていきましょう。さーっと映していくんで、一時停止で書いてね。はい、じゃあここから。はい、この青く囲ってるやつは、これ演奏するときもこれ見てるんで、ね、目が迷わないようにこうやっていつも書いております。じゃあここからサビですね。はい、サビももうこれ皆さんね、歌えると思う、気持ちがいいですよ。この突き抜けるようなもうこのサビは。はい。だけど言葉が結構詰まってるので、まず歌をね、しっかりマスターするのがもう、先決だと思うんですけど、はい、写しとくので書いていってください、ということですね。はい。でここがブリッジパートになっております。はい、ここもすごく印象的な感じですよね。はるか遠いってやつね。ここはまあいい感じの、はい、一時停止でこの辺書いていってください。はい、でちょっとねこれ曲の構成をちょっとここに確認しておきましょう。ここにもちょっとね感想があるんですよ。はい、まずはね見ていくと、ここからイントロから始まって A メロをずーっとやってきて、こうサビ1回目行くじゃないですか。じゃあここブリッジパート行きます。そしたらここの感想をやってみてください。サビもう一回繰り返して書いてあります。そしたらここのサビにもう一回繰り返すんですけど、ここ伸ばしました。あのガズギターアレンジではこの2行を伸ばして、でここからリズムが入ってまた戻ってきて、ここまで来たら今度は歌詞がここでちょっと変わって、はい、後半の2枚目に突入します。はい、それがこっちですね。はい、こっちに入ってきて、はい、こうサビを繰り返した後こっちという風になっていきます。これが今のやったね、ガズギター超簡単2本指アレンジなんです。はい、でこの後にここ見てもらうと、イントロのに戻るって書いてあるんですけど、かっこいいバージョンではここ戻ると、今はね、シンプル簡単指2本バージョン、ここでも C で終わっちゃったよということでございます。はい、これコード5個ね。はい、こうギターのコードはちょっとね、6本あるんで、これ書きづらいんですけどね、こんな感じです。でね、これちょっとよく見てもらうと、赤い点がついてるじゃないですか。これはかっこいいバージョン、この後やるかっこいいバージョンでは、ちょっと今のにパワーアップしてコードを、指足します。で、今やったのはこの黒い点のだけだったんで、今これテロップ出してこっちの方がいいな。指2本でやったんですよ、今のシンプル簡単バージョン。で、今度これからやるかっこいいバージョンはこのコードがこれに変わります。赤い点が加わったでしょ。この点を加えたバージョンでこの後半はかっこいいバージョンをやってみようと思います。で、今出てきたこのコードなんですけど、このガズギターではこのコードをまずね、まず初心者さんが第一歩踏めるようにめちゃくちゃ簡単アレンジしてるんで、以前ですね、動画でみっちり解説してますから、はい、ぜひ見てください。ここにね、ガズギター必須コードということでこれリンク貼っておきますけれどもね。で、これに付随してこれからやる、動画ではちょっと音が足されていきます。さっき C、指2本だった C、この2本だったやつを、ここに1個足します。2弦の1フレット。そうするとこういうコードになりますからね。はい、
で今日はあと足したいのが F ですね。F、まず G からいこう。 G は上の2本のこの、6弦と5弦だけだったら1弦の3フレットも足して、はい、この赤いとこ加えた G、 この小指を加えたところをやります。で F なんですけど、 F はねガズギターでも相当 F だけを解説してる動画とかもアップロードしてるんで見てもらいたいんですけど、概要欄に貼っときますけど、 F はですね指4本使ったバージョンをやろうかなと思ってます。つまりねこことここまで使ったバージョン、はい、F、 F はねちょっと難関コードなんですけど、これでもだいぶ楽ですよ。1弦と2弦押さえないんでね、はい、これがガズレで簡単アレンジの F になっております。なんでこれは通常のものよりはかなり簡単になってますけど、それでも初心者の人からしてみるとこれでもねなかなか難しいかなというふうに思いますが、いろいろなちょっとステップアップをやってみてください。ほんでリズムはですね8ビートというリズムピックを使ってやってみると思います。8ビートちょっとチャを入れようかな、こういう絵なんだけど、ピックでやる8ビートのチャ。これもですね、ウクレレのリズムの練習のところでも言ってるし、そのね、ガズギターでもね、さっき言ったガズギターのレッスンプログラム、7回まで見てもらったら、そこで取り上げているんで、まずはね、そのガズギターの再生リスト、レッスン受けてから、これを やるといいかなというふうに思います。これからやるのはちょっとね、ちょっとさらにノリが良くかっこいいバージョンになっておりますんで、ぜひまたちょっと慣れてきたらこのぐらいできるようになってくれると、すごくね、また世界が広げてくる。まあ、まだまだこれでも簡単な方ですけど、もうちょっともうギターって奥が深いからどんどん深めていくことができるんですけど、これからかっこいいバージョンやってみようと思います。 1,2,3 ダンダン、あれは空がまた青い奴のこと、懐かしいと笑えた愛の恋、やってみました。ガズギター。
ちょっとかっこいいバージョン、だいぶコード感が違ってきたと思うんですけどね。ちょっと指の足しただけでだいぶ世界観が変わりますよね。あとやっぱこのリズムですよね。8ビートのチャというような表現をガズレレではしてます。ピックである8ビートのチャでこうふんわり、ゆったりやってみました。こんな感じでこの8ビートのこうノリの中で、気持ちよくこうグルーヴを感じながら歌えるとね、かなり素敵だなと思うんですけど、まずはですね、もうステップアップでね、2つのコードから4つ弾きから始まってだんだんステップアップしていきました。そしてこんな風にやってるといろんなね、やっぱりね、気づきが出てきて疑問も出てくると思うんですよね。あれこの時ってどうなってんだろう、ガズさんここでどうなってんだろう、こういう時どうしたらいいんだろうという疑問もし出てきたら、はい、この動画のコメント欄にどんどん分かんなかったこと、質問したいこと書いてください。そしたらそれに対してガズも答えていくし、こんな感じでね、レッスン動画どんどん公開していこうと思います。毎週日曜日はガズギターの、アップロード日だというふうに覚えておいてください。で、重ね重ねですけど、やっぱりね、基本が大事ですから、このガズギターだったらマジで宇宙一簡単なんですからね、まずこれやってもらいたいです。概要欄にまた貼っとくけど、ガズギターの、再生リスト、初心者ガズギターレッスン動画の再生リスト、今一度見ていろいろ確認していただければというふうに思います。はい、今も言ったけど、いろんな質問、コメント欄で受け付けておりますので、どんどん聞いてみてくださいね。そういうわけで本日のガズギターレッスンは、あいみょんさんのマリーゴールド、なんと指2本の簡単コードでやっちゃったよというかっこいいバージョンをやりましたけどね、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、いろんな曲をまたこうやっていこうと思います。あとガズギターはですね、毎週日曜日なんですけど、毎度おなじみガズレレ YouTube チャンネル、今見ていただいてるのはウクレレの初心者レッスンチャンネルです。これモリモリやってますからお願いしますね。あとガズピアノというのもやってて、鍵盤楽器も世界一簡単、まあこっちも宇宙一ですけどね、私が考え出した弾き語り専用のピアノの弾き方、鍵盤楽器の弾き方でめちゃ楽しいレッスン動画やっています。ガズピアノ YouTube 検索してもらいたいんですけど、本が出ることになっています。はい、いろんな本出してますからね、ガズさんにちょっといろいろ見てみてください。よろしくお願いします。ガズレレ公式ホームページ、ここ見てもらうとね、いろいろね情報載ってますね。ガズがどんなことをやって何してるのかってよく分かってくれると思うんで、ぜひこのガズレレ公式ホームページ見に行ってください。リンクもここに貼っときますよ。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。